すぐにサインが決まります。引っ掛ける打球です。これも小南、桜と渡ってツーアウト。サードゴロ2つ、ツーアウトランナーなし。海沿いの小町スタジアム、野上に対してツーストライク。引っ張る、サードゴロ3つになりました。すべて小南さばいてスリーアウト。ターン同じなんですけどね。三振。何かバッテリーの思い通りです。監督の話です。打ち上げた、その後一塁線切れました。やはりこういう風を計算した上でやはり声をかけて引っ張って、ファール、際どい打球。バッターの三浦君がどこまで粘れるかですよね。三振、しのぐなり高俊。ただ飛距離は十分。スライダーですね。速い当たり、いや草薙しっかり回り込んでいます。ワンアウト。2年生の1番バッター天貝、大きな当たりでライト後方、打球は伸びるか、いやこちら向き、2年生の1番バッター天貝、大きな当たりでライト後方、打球は伸びるか、いやこちら向き、ツーアウト。その野上にストライク先行。こういう風を計算した上でやはり声をかけて引っ張って、バッターの三浦君がどこまで粘れるかですよね。三振、しのぐなり高俊。いい当たり、切れる、ただ飛距離は十分。スライダーですね。草薙しっかり回り込んでいます。ワンアウト。三振。何かバッテリーの思い通りです。監督の話です。打ち上げた、ファースト、ファンダーが切れました、切れました、失礼しました。フェアグラウンドに落ちてその後一塁線切れました。すぐにサインが決まります。引っ掛ける打球です。これも小南、桜と渡ってツーアウト。サードゴロ2つ、ツーアウトランナーなし。海沿いの小町スタジアム、野上に対してツーストライク。引っ張る、サードゴロ3つになりました。すべて小南さばいてスリーアウト。ターン同じなんですけどね。